ゆっくりの、怖ーい話。俺ニートなんだけど、ある日突然家族が出てった。以前、引きこもりの兄を残して夜逃げしたら兄がたたり神になった、というスレをまとめましたが、そのニートは死にました。今回はそれと似た境遇の人の生き残ったバージョンです。俺ニートなんだけど、ある日突然家族が出てった。もともとは妹と母と父と俺で一軒家に住んでて、妹とは俺が小さい頃から中学生の頃くらいまでは結構仲良かった。ちなみに年齢は3歳違う。それで俺が中学を卒業してニートになってからはだんだん接点がなくなってきた。ニートになった最初の頃は俺が引きこもってたから自然と会わなくなって、でもたまに会えば会話はしてた。俺は部屋にこもって、昼間に寝て、夜中に起きて、ご飯食べて、また部屋に戻ることが多かったから、あんまり会わなかった。それであんまり会わないから会話もしないようになってきて、もっと時間が経ったら、たまに会っても何にも喋らないようになってた。それで、もう妹とも母とも父とも喋らないようになってた。そんなある日に突然、家具とかだけ残してテレビとか電話とかがなくなってた。長い。自分語りで長文はきついそうです。焦って印鑑とか通帳とか財布とか妹の部屋とか覗いたけど重要そうなものはほとんどなくなってた。ちなみに置き手紙とかはなかった。家に残されてたのはタンスとか布団とか冷蔵庫とか洗濯機とか。これが起こったのはある日突然だったけど、もしかしたらこういうこともあるかもしないっていうのは、ニートになった一番最初の頃に色々考えてたから、引きこもりの俺だけ置いてみんな出て行った。っていうのはすぐわかった。俺はまず、もういなくなった家族を探しても、どうしようもないと思った。早く成仏しろよ、長い。同類に対しても厳しいビッパーたち。もうずっと大丈夫なんじゃないかなって思った。でも、まず、いつも通りに服とかタオルとか使ってたら洗濯済みのタオルがなくなった。服も残り少なくなった。でも洗濯機はあったし水道も電気もこの頃はあったから、洗濯機の近くに置いてある洗剤を適当に入れて洗濯機を回して、ちょっとほっといて終わったら2階のベランダに全部に干した。俺は夜露とか雨とかどうでもいいから、ずっと干しっぱなしで、使う時に取って使ってまた洗濯して干すって方法を電気が止まるまでは繰り返した。雨で洗濯物が濡れちゃったりしても気にしないで濡れたまま来た。それでそれより先に問題になったのは食べ物だった。冷蔵庫があって電気もあったから腐るってことはなかったけど、腐る前に食べきった。冷蔵庫の中身は大体10日で、米とか海苔とか干物みたいなのも細々と食べて20日ぐらいで全部なくなった。ちなみに食べ物を全部食べ終わる頃にはネット回線も止まってた。それからはもう家には食べ物もお金もないから、どうしようってことになった。いわゆる、罪ってことですね。俺は小さい頃に家族で伸びる鳥したことを一番最初に思い出した。思い出してとりあえずそれを探しに行こうと思って外に出た。昔取った場所あたりを探したら簡単に見つかったから探し回って大量に抜いて持って帰って、味噌とか醤油とか塩とか調味料はあったから、味噌つけて食べた。若干旬を過ぎてたっぽくてなんか硬くて味も臭くてまずかった。これが伸びるだそうです。こんな感じで生えてるのでそこら辺にありそうだね。ニートになったら皆さんも食べてください。家をニートにくれてやるとか金持ちだな。追い出す方が経済的ですよね。でもそれしか食べるものがないかもしれないと思ってきれいに洗って大変になった時に全部食べるために葉っぱも茎も本体も全部冷蔵庫に入れた。でもそれだけじゃ安心できないから他に食べられそうなものってないかなって考えた。中学生の頃にやってた釣りを思い出して物置に釣り道具がないか見に行った。奥の方に置いてあった。これニートによるサバイバル日記ですか。ルアーフィッシングとかじゃなくてただ竿の先に糸つけて貼り付けて餌つけて浮きつけて重りつけて垂らすやつ。餌は釣り場所の土を掘ればミミズがいるからいらなかった。一匹釣ればそれを解体して餌にしたりしても釣れた。しかもその釣り場ってカメとかでっかいカエルとかザリガニとかもいて結構食べられそうなのがいっぱいいるのも思い出して、ドキドキしながら急いで行った。自転車で行った?自転車も残ってた。自転車は俺の小遣いで買ったパパチャリ。妹の自転車はなくなってた。釣り竿を自転車のフレームの間に斜めに挟んで行った。釣り場所っていうのは整備されたところと整備されてないところがある池みたいなところで、昔はカブトムシを探しに来てクワガタを取って帰ったりもした。掘り返してミミズを3匹くらい捕まえて、竿と糸と針を用意してミミズを突き刺して、前に釣れたことがある場所に行って投げ入れた。しばらくすると浮きが沈んでた。前からほっといても釣れるような甘い釣りだった。引っ張ると意外と重くて大物かなって思うんだけど上げてみるとそうでもない小さいブルーギルだった。でもこれは釣れると思ってミミズを大量に集めていっぱい釣った。合計で15匹くらい釣れた。これぐらいでいいか、と思って家に帰った。はよしね、長い。この長文は物本のそれやな。思いのほか長文すぎて読みづらいし編集しづらいです。で、どうやって料理しようって考えた。とりあえず油で揚げてカリカリにすればどんな部分でも食べられるだろうし、火を通せば寄生虫とかも大丈夫かなって考えた。母が置いて行ってた使いかけの油を再利用した。ドボドボ入れてしばらく火にかけて温度上げた。で適当に洗ったブルーギルを最初1匹入れた。
予想してた通り油がすごい勢いで跳ねたから次は注意しながら何匹か入れた。で、一杯まで入れてしばらく念入りに揚げて7匹くらい出来上がった。試しに食べてみたけどなんか苦くてまずい。でもしょうがないから我慢して1匹全部食べてみると身の方は割と美味しいってことが分かった。なんかどうも皮とか皮から滲み出てる汁が苦いみたい。内臓もまずい。はっきりとは分からないから次は適当に皮剥いで内臓も取った。綺麗に取れないからだいぶぐちゃぐちゃになったけど。寄生虫とかいそうなもんだが大丈夫なんか。それを揚げて食べたら最初よりはいい味になってた。これはこれでいいんだなって思ってそれからブルーギルは皮を剥いで内臓を取って食べるようにした。それから数日はブルーギル取ってきてまずいノビルとかも食べて割と整った生活してたんだけど、でも電気が止まった。前の日寝て起きたら電気が使えなくなってた。これで整った生活っていうのがすごいです。すぐにもう洗濯はできないと思って使った服とかタオルを洗濯するのをやめて、使った服タオルは洗わないで直接ベランダに干すっていう方法に変えた。どうしてもダメな場合は水で洗った。水はまだしばらく出てた。電気がつかないから夜はトイレも行きづらかった。普通、懐中電灯を使うらしいし懐中電灯も確かどっかにあったような気もするけど。普通って一体何のことを普通って言ってるんでしょうね。創作にしてもすげえ読みにくい。バイトしろよ。面倒くさくて庭に出て穴掘ってそこにした。真っ暗でも外だとトイレに行くより楽だった。それからちょっとの間、ガスは使えてたんだけどしばらくするとガスも止まった。ブルーギルが焼けないのはかなり困るから焚き火で一気に焼いて貯めた。焚き火は通報されるかもしれないってことは知ってたから、人気のないところで人気のない時間にこっそり焼いたり、庭でチンマイ火で焼いたり、たまにどうしようもなくて家の中で焚き火したりしてすごく煙くなったりした。でも家はもう誰もいないから何も言われなかった。ちなみにライター使って新聞紙トイレットペーパーとあとその辺に落ちてる木の棒で燃やした。それから何週間かするともうブルーギルとのビルだけじゃ飽きてきちゃって、どうしようかなって考えたら釣り場にいた亀が食べたくなった。亀をひっくり返して固定してあの甲羅を直接火で炙ったらそのまま鍋になるんじゃないかなって思った。すぐ池に行って亀探したら日光浴してるのとか水中いるのが見えるのとか息継ぎに来てるのとか、いろいろいた。俺は亀だと釣るの面倒くさいと思って海パンとゴーグルと釣った魚を取るのに使ってた網を持って、めちゃくちゃ汚い池に入った。入ってから亀を取る前にみなそこに物がいろいろ落ちてて足が痛いことに気づいた。一度上がって靴履いて靴紐を強く締めてまた入った。ガボガボして動きづらかったけどしょうがなかった。亀は近づくと結構、素早く逃げるんだけどしばらくやってると2匹取れた。とりあえず1匹焼いてみた。そのまま焼いたんだけどかなり食べづらい。首の小さい穴から肉をちぎり取って食べるしかない。ある程度、雑に食べて食べられる味だって確認はできたから捨てた。映画化決定。誰も見ねえよこんなの。次のもう1匹は缶切りで腹の方の甲羅を雑に剥がした。なんかすぐ内臓があった。ブルーギルの経験から内臓は食べられないってことは分かってたから捨てて水で洗った。内臓を捨てたらかなり量が少なくなったけど焼いて食べたらブルーギルよりうまかった。それからしばらくはその釣り場とか他の釣り場とか探し回って亀ばっかり食べてた。亀捕まえてないで働けよ。脳みそ原始人並みだな。で、飽きたらまたブルーギル食べたり亀食べたり、あとそのうち毒じゃない草なら何でも食べるようになった。確認方法はまず手にこすりつけて異常がなければ口に入れてみる。口も異常がなければ飲み込む。飲み込んでしばらくして異常がなければ、その草は食べられるから、まずくても食べた。この確認方法、サバイバルの本で読んだことあります。序盤の雑さと比べるとかなり慎重ですね。で、そのうち水も止まった。水が止まるときは確認に来るって思ってたけど来なかった。もう家は水も電気もガスも使えなかったから単なる休憩場所になってて、外にいる時間がかなり長くなってた。水はそこら辺の公園とか面倒くさければ池の水を使ったりしてた。水を運ぶのは自転車があってもだいぶ面倒くさかった。重いし揺れるしそれに量があんまり運べない。家にあった空きペットボトルを何本も使った。こんな感じに書いてるけど実際はかなり辛かった。税金とかそういうのは全くわからないけど、とりあえず自活は必死になってなんとかできてた。病気になったりもしなかった。リアルゼロ円生活を続けているとここで転機が訪れます。そんな風になんとか生きてる状態の時で、リビングで焚き火してる時に妹が帰ってきた。妹は手を軽く上げながら、あ、って言ってきた。久しぶりに見た妹がだいぶ綺麗な格好してるように見えてキラキラして見えた。俺の周りにあるのがあんまり洗わないで干してるだけの服とか煙家とか、泥でびちゃびちゃの廊下とかだから普通に生活してる妹の格好がかなり綺麗に見えた。妹は、たかし、だよね、何やってんの、って聞いてきた。お前、たかしっていうのか。俺は怒りとかじゃなくて悲しくなって泣きながら、おー、とか言ってしゃがみ込んだ。ちなみにこの、おー、っていうのは、お前のせいでこうなってんだろ。っていう系統の言葉の最初の、お、なんだけど、それだけじゃ言えない。え、なぜ妹のせいになる、1から100まで自業自得では。お前のせいでこうなってんだろ、お前らが俺を置いて出て行ったから俺はこんな辛い思いして、普通のことも普通にできないで苦しんでんだろ、なんで俺を置いて出てったんだよ、お前俺の苦しみも知らないでなんでそんなこと言うの、っていうような気持ちが整理できなくて、おー、って泣き崩れた。泣いてるから妹の方は見えないんだけど、妹は、なんとかするから、って言ってもっかい、なんとかするから、って言ってどっか行った。俺は泣いたまま寝っ転がって、泣き終わったら天井見ながらぼーっとしてた。この妹は女神か何かなのかな。働けよという野望はなしだからな。働けよ、まず雇ってくれないだろ。
そしたら妹がまた入ってきて、とりあえず食べ物と飲み物、買ってきたから、って言って俺の頭の近くに置いた。俺は顔見られるのが恥ずかしいからうつ伏せになって隠した。あと、って言ってちょっとして、これでお風呂行ってコインランドリー行ってきて、って言ってきた。うつ伏せをやめて妹の方見たら2000円差し出してた。残ったらあげるから、行ってきてよ。って言ってきた。風呂には行きたかったし洗濯もしたかったし金もすごく欲しかったから、素直に言われた通りにした。さすがにその状態のまま風呂に行くのは気が引けたから、まず公園で水を浴びて適当に汚れを落として、コインランドリーで洗濯をして、その綺麗な服を着て風呂に行った。でも風呂入ってる最中になんで妹は戻ってきたんだろって思った。そんで終わって家に帰ったら家がちょっと片付いてた。妹がせっせと片付けて掃除してた。あのさ、たかし、って言ってきた。俺が妹の方見ると、家事とかお金とかあげるからさ、変なこともうやめてよね。って言った。それからは妹に最低限の生活をさせてもらってる。話してみたら、妹はさすがに人一人を無責任に放り出しておきたくなかった。けど母と父はそうしたいって言ってるから、俺のために二人を説得する気まではないってことらしい。だから父母に内緒でこっそり来て家事やって金くれて、それで帰ってく。たかしわかめー。どうやら話はこれで終わりのようです。よそでトラブルを起こされたくないから妹は兄を助けているんでしょうか。長い、いつ泥棒やっつけるんだよ。いつヨネスケ登場すんだよ。呼んでないだろ貴様ら。働かずに釣りするっていうガチ引きこもりの発想にかわいそうになった。働けよクズ、自業自得じゃねえか。すがすがしいクズで夜食がうまいわ。ただのニートではないな。サバイバル能力が高すぎる。そっち関連の才能があるんだろう。行動力あるのに基本的なところのベクトルがおかしい。当たり本物と言わざるを得ない。すごいわね。1話書き終えて満足したのかしら。1話書き終えて満足したのか、もしくは叩かれてへこたれたのか、それ以上レスしませんでした。いかがでしたか。家族に捨てられたニート、サバイバル編、しかも最後は女神のような妹に助けてもらうというハッピーエンドでした。多少釣り臭い感じはしましたね。でも文章はかなり読みづらかったので、ガチのコミュ障の引きこもりかもしれません。これが釣りにせよ本当にせよ、自分がニート予備軍だと思う人はこうならないように気をつけましょう。感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。